ちょっと薄いね。薄い感じ。濃いものとか薄いのか若干、若干ある、ね。いやいい感じになってるねこれ。これはいいわ。これ本当綺麗だ。いや、これはいい感じになってるねこれ。これはいいですね。えい、はい、OK。うわ綺麗だねこれ。これは綺麗だこれ。それ。ああ、綺麗。グラン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 揺れるからね。もうほんと取りにくいね、これ。やめようか。グラン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 取りにくいから。ピント合わない。あれは鳩の声だね。ヤマバト。ヤマバトね。大仙山そこだって。釣りが綺麗に綺麗したね。釣り綺麗だからな。ピンクの花が。いやー、ここ綺麗に、綺麗になったね。ここ綺麗に刈ったんだよ、下をね。下の雑草をね。こんな立派な建物があった。次が綺麗に咲いております。花のいい香りがしますわ。ね。うわ、倒れてる。倒木だ。倒木が大変だ。いや、この別荘もすごいね。なんとも住んでみたいと思うような別荘ですね、これは。住んでみたいなって一度泊まってみたい。中林の会社の保養所だね。中林、
この下にもあるんですね。下も、この下にね、一軒あるんだね。これ建てるときは大変だね。すごい金かかるね。こういうの古いやつを買えばいい。さあ、ぐるっと回って、ここで U ターンします。なんという木だったかね。これは何とか言うんだったね。えいっ、こうして取っとけばね、後でパソコンで Google のあの画像検索で調べれば、なんかあれ、この前もあったね。いや、しかしこれだけ体を動かすと本当なんかあれだね、体の中の体の中が本当にね調整されるっていうかね、長生き遺伝子が体が軽くなるんだよね。ちょっと今日も出たくなっちゃったんですよ。ブワーッと動いてね、ブワーッと疲れて、おいしいものたくさん食べて、よく寝てよかったねという家におったんじゃね。まあ家にいても散歩してるんだけど、まあこうして外に出るといいですよ。これが暑いになるとね、完全な晴天になるんで、多分暑くなると思いますよ、明日は。今日は本当歩いてても、暑いと言ってもね、汗が出ませんからね、暑いけど。明日は暑いよ、多分。素晴らしいウォーキング。健康に頑張りましょうという話です。
結構こういうのをきれいに手入れをしてねこの前も同じこと言ったなこういうのをきれいに手入れしてね街路樹にしたらいいじゃないかっていう話で、うわぁ、きついたね、これきれいきれい、素晴らしい素晴らしい、きれいきれいですね。そこの別荘バックに撮ろうかね、いい感じやで、素晴らしい。どこ、こうか、こうだね。はい、はい、OK。はい、OK。はい。よし。ちょっと。始めとこうかね。きれいだよ、これ。はい。結構ミルクの里に来てるし、牛がこっちに上がってきたね。牛が上に上がってきてる。これ牛がさ、これ暖かくなるとこっちに上がってくるのかね。